ここの2つっていうのは実は明確に分かれてくる部分で、はい、そこをきちんと捉えることでより就職の確率っていうのが上がってきます、うん、過去に取ったモデラーで3人いたらしいんですけど、みんな料理人だったらしいんですよ。で、はいはいはい、モデリングやらせてみたらうまかったらしいんですよ。まあ、はい、これどう因果関係があるのかはちょっとわからないですけど、これはでもいい例だと思います。これは因果関係はありますね、うん、おこんにちは、円卓の平と。こんにちは、円卓の松林です。このチャンネルでは 3DCG デザイナーを目指している方に向けてプロになる方法や業界のリアルな話をしています。 CG 業界さらに盛り上げたいと思っているのでチャンネル登録お願いします。じゃあ今回のテーマはですね、趣味、仕事、就活の作品の違いについて話していきたいと思います、うんうん、はい。まあ今言った趣味、仕事、就活、はい、これらの作品って結構明確に違いがあるんですけども、うん、まあそのあたりをちょっと具体的にどういうことなのかっていうのを、まずは平さんの方から話してもらえればと思います、うん、はい。主に就活する方に向けて話していくんですけど、結構この趣味と、まあ、仕事は省いたとして趣味と就活かな、ごっちゃになってる人は多いかなと思いますね。その印象は感じますね。じゃあまず趣味の作品ですね。これは 3DCG に限らず、まあ、イラストとか何でもいいんですけど、まあ、これは好きに作ってください。本当に自分のためにやってるものなんで、オリジナルのデザインで自分がいいと思ったものを作ればいいと思ってて、あと批判したりされたりするものでもないなと思ってるね。その人がいいと思ってやってることなんで、それにとやかく言う必要はないのかなと、うん、オリジナルのキャラクター、オリジナルのストーリーでオリジナルの動画を作ると、うん、そうそうそう。まあなんか嫌な言い方かもしれないけど、これはもっとご自由にどうぞっていう感じですね。そうです、はい。で、仕事でやる作品っていうのはお客様がいるのが前提で、求められてるものがあるんだよね。で、その通りに作るっていうのが大事ですね。求められてるものを作る。で、そこには会社によって仕様とかルールみたいなものが決まってたりして、それに沿ってやっていくっていうのが仕事ですね。もちろん監督さんとか企画から立ち上げるとか、なんかそういう時には好みとかそういうものは全然入ってはくるんだけど、チームで制作して作業者として参加する場合は、自分の好みとかよりも求められてるものをいかに作れるかっていうのが重要になってきます。はい、商品を作る、うん、ということですね。ああ、まさに、ああ、いいことを言いますね。そう、商品ですからね、はい。で、じゃあ就活で必要な作品っていうのは技術力が分かるものですね。自分が希望してる職種に対して必要な技術が分かるもの。オリジナル性は特に必要ではなかったりとか、あとは入りたい会社に求められてる技術が見て取れるものって言えばいいんですかね。最初に言ったみたいに趣味の部分、好みの部分とかと就活で作るのがちょっとごっちゃになってる人は多いのかなと思ってて、そこ分けて考えた方が就職はしやすいのかなと思いますね。そうですね、就職を目的にしてるのであれば、はい、ここの2つっていうのは実は明確に分かれてくる部分で、はい、うん、そこをきちんと捉えることでより就職の確率っていうのが上がってきます、うん、そうですね。ちょっと例えて言えばなんですけど、料理、まあ、自炊とか自分で食べるもの作るじゃないですか。はいはい、これ趣味ですね。これもう自分が好きなように作ればいい、自分が好きな味を作ればいい、はい、うん、なんでめちゃくちゃマヨネーズかけてもらってもいいですし、うん、すごいしょっぱく作ってもらっても全然関係ない。そうですね、僕は特にしょっぱいものが好きなので、はい、かなりしょっぱめに作ったりはしますね。はい、うん、ね、仕事はまあこれは当然お店ですね。お店で提供する料理、うん、これやっぱり安定したクオリティが求められるし、こう万人受けする必要があったりしますよね。はいはいはい。就活で必要なものっていうのが、例えば板前さんの修行とかそういう状態なんで、はい、極端な話料理になってなくていいんですよ。例えば包丁の技術であったりとか仕込みの技術とか、部分部分でいいんだよね、うん、その技術。そう、非常に分かりやすいですね。もちろん完成した料理になってる方がいいのかもしれないけど、それより基礎というか、それぞれ大事な部分が抑えられてるかどうかっていうのを多分見られると思うんで、これちょっと1個だけどんな因果関係があるかわからないんですけど、はい、知り合いの社長さんに聞いた話ですね。今まさに包丁さばきと言いましたよね、
はい、過去に撮ったモデラーで3人いたらしいんですけど、はい、みんな料理人だったらしいんですよ。それで包丁さばきがうまいと、うん、魚を3枚におろすだったりとかで、あ、はいはいはい、モデリングやらせてみたらうまかったらしいんですよ。まあ、はい、これどう因果関係があるのかはちょっとわからないですけど、なるほど、これはでもいい例だと思います。これは因果関係はありますね、うん、仕込みとか例えば包丁の技術とかっていうのはその後の工程を楽にするというか、準備段階が丁寧にできる基礎力があるわけですよね。それができるってことは、はいはいはい、モデリングとかも手順があるので考え方はもう知ってるってことだと思いますね。なるほど。こうやればうまくいく、ゴールにたどり着くまでの道筋を知ってて、それをもともと料理で学んでたことを変換してモデリングでやってるだけなんで、これは同じですね、実際やってることは。素晴らしい。まあ、変換して考えるっていうのはすごく大事で、何でもいいんですけどね、本当はゲームとかでもいいんですけど、うんうん、いきなりラスボス行かないじゃないですか。確かに、はい、準備があってので倒せるまでのレベルに達してるのかどうかっていう。そうですね、うん、僕は格闘ゲームが好きなのでいきなりランクマッチとか行ったらボコボコにされるわけですよ。あ、そうですね、そうですね、はい、なのでトレーニングモードでひたすら基礎のコンボの練習とかするわけですね。そうそう、分解して考えるよね。まずできるコンボを増やしていくというか、簡単なコンボと簡単なコンボができたらそれ組み合わせていくみたいな。勝てる人っていうのはそれが大事って分かってるんですよね。だからもちろん実戦でいきなり鍛えていくっていうやり方もあるとは思うんですけど、それよりそういう分解して考えて組み立てた結果がゴールだよっていうのが大事なのかなと思いますね。はいはいはい、うん、これはそうですね、置き換えて考えると、まあ、分かりやすい話になったんじゃないかなと思います。まあ、なので改めて言うと、はい、まあ、就活で必要な作品というのは基礎力が分かるもの、まあ、これが僕らが実際に求めているものでもありますね、はい。まあ、なのでそこに向けてじゃあどういった作品を作ればいいのかっていう部分にフォーカスして、で作品作りをしていくっていうのが大事だと思っております。そうですね、なので基礎を鍛えていただいて、それを組み合わせられるようになったらオリジナルとか作ってもらって、もちろんそれを就活用に出してもらっても大丈夫なんですけど、その前に、まず練習なんですよっていうのを分かってもらえればいいのかなと思いますね。そうですね。じゃあ実際どういう作品を作ればいいのかっていうのは、僕らはアニメーターとモデラーに関しての動画を出しているので、うん、ぜひそちらも合わせてご覧ください。はい、お願いします。はい、じゃあ今回はこんなところで終わろうと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。動画を最後までご覧いただいてありがとうございます。円卓では 3DCG 業界のですね、リアルなところをもっと話していこうと思っております。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。本当は都市伝説とかホラーとかやりたいんだけど、まあそっちの方にもシフトするのいいんじゃないですかね。いいんだ。ところで柴田喋ってないけど。